お帰りなさいませ。何よ、珍しそうにしちゃって。その言い方やめてよね。確かにうちだけど、私が建てたわけでもないし。みんな、この子たちが来たことは古篠さんには内緒にしておいてね。それから彼が戻ってくる前にあれを渡したいの。急いで準備してもらえる？承知いたしました。アルフィナ様、アリゼー様、どうぞ2階の方へ。では少し行ってくるよ。実はね、あの子たちから時々近況報告の手紙をもらっていたの。親に宛てたものだから、すべての出来事を書いてはいる。それでも最初の頃はすっごく心配だった。だからせめてお金くらいはと思って。過ぎてみれば杞憂だったわね。あの子たちの手紙、どんどん生き生きとしてくるんだもの。悪いこともいいことも、嬉しいことも大変なことも。特にあなたとの出会いは大きかったみたい。あなたの名前が書かれていなかった手紙なんて一つもないんじゃないかしら。どうかこれからもあの子たちを守ってあげてくださいね。それじゃあ一緒に二人を待ちましょうか。お茶もお出しできなくて申し訳ないけれど、よければ待つ間にいろいろお話を聞かせていただける？戻ったわよ。一体何を渡されるのかって思ってたんだけど。お母様、よかった、ぴったりだわ。あなたのお気に入りはそういう。すごくいい、最高よ。けどアルフィノとお揃いにはしてない？もちろん、あなたもアルフィノもお揃いの服を着ていた頃もとびきり可愛かったけど。ほら、お母様、ありがとうございます。とても着心地が良くて実用的だ。気に入ってもらえて嬉しいわ。実は アルフィノ様、これは賢者たちが扱う剣具よ。元は古篠さんが使っていたものなの。
あの人、今では机にかじりついているけれど、学生の頃はフィールドワークもしたのよ。その剣具で戦いもしたし、自分や仲間の傷を癒したりもした。あなたたちが身を投じているような意見がすれ違っている今だからこそ、それを知っておいてほしくて倉庫から引っ張り出してきたの。それにほら、ルベユール家が特注したものなら、まず扱いが難しいとは聞いているけれど、たくさんの経験を積んできたあなたならきっと使いこなせるはず。その英知がどうかあなたたちを守りますよ。そしていつかお父様と分かり合って。はい、必ず。さて、私から遅れるのもあとは助言くらいかしら。まず古篠さんは昔から真面目な人だったけど、議員としての活動に心血を注ぐ。私も哲学者議会の事情は聞いていないけれど、あの人のことだもの、きっとそこに意味があると思う。それからもう一つ、お父様に言葉で勝とうと思わないこと。見せちゃうか、やってしまってから事後報告が一番早いんだから。もうお母様ったら。助言ありがとうございます。では、はい、いってらっしゃい。